どうもこんにちは、ギャラクシーボックスのクズです。今日もビジネスで使えるお話を5分ぐらい雑談でしようかなというふうに思っていますので、よかったら最後まで見ていただきたいのと、よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。今日のテーマもですね、うちが出版社をやっている中で、書き手さん、著者さん、お客さんというものは皆さん本を書くだけではなくて発信をどんどんされているという部分から、僕自身もいろんな SNS で発信していくんですよね。すると去年ぐらいから、やはり皆さんね、コロナの時代ということで、いろんなネットを使って駆使して SNS を使って発信されていく中で、ツイッターの話をよくされることが増えました。ツイッターってどうですかとか、いい部分悪い部分ありますかっていうお話をされるので、どうせやったらこの動画にとって皆さんに、いつでも見ていただけるようにしようかというふうに思います。僕はツイッターが2年ぐらいかな、がっつりやっているんですけども、その中での結論ありかなしか、やるべきなのかやらないべきなのかっていうお話をしようかなというふうに思います。ということで、今日のトークテーマはこちら、ツイッターって結局どうなのというお話をしようかなというふうに思います。 SNS 各種ある中で、おそらく僕の体感では一番流れが早い SNS かな、そんな位置づけで、もちろん知らない方もいらっしゃると思うんで、概要だけ言うと140文字のテキストがメインです。もちろん画像だったりとか動画も貼れるんですけども、メインはテキストです、文章です。なので僕なんかは本を読んだり書いたりもするのですごく好きですし、もしかしたらうちの著者さん、書き手さん、ブログ書かれる方とかも、ツイッターにこう乗り換えてやられる方とか、連動してる方も多いのかなっていう中で、ぶっちゃけツイッターどうなのって言われることが多かったんですね。なので僕なりの解説というかしていこうかなと。ただね、これツイッターってね、やらない方からするとすごく抵抗があるってことも言われます。何よりも炎上というものが怖いと言われたりするんですけども、僕は今まで炎上ってしたことはなくて、そうそう簡単に炎上ってされるもんでもないのかなっていうのが正直な部分です。たくさんの方に見てもらえるとか、拡散力があるっていうのは、ツイッター確かに群を抜いているんですけども、そうそうね、誤解を招くようなこと、言葉とか、難しいこの一方的な価値観の押し付けとかをしてしまうと、また話が炎上して転がっていくかもしれないですけど、僕そんなに当たり障りないことばっかり書いてるからそこまでないんですが、その心配はまだやらなくていいのかな、しなくていいかな、初めはっていうところで、僕まず、2年間ツイッターやってみて、そんなにめちゃくちゃのフォロワー数が伸びるとかいいね数が伸びるっていうのも、ゆっくりゆっくりなんですけども、結論、ツイッターはありですこれはあくまで手段です。向き不向きもあってというところなんですけども、僕がやってみて嫌なこともあるしね、行き詰まることもあるし、やめようかなと思うこともあるんですけども、結局トータルするとやっててよかったなっていうことが多いです。で、このテキストでつながるって変な感覚かもしれませんけども、テキストでつながるというよりも、その人の価値観でつながった、その人のタイムラインというか、その人のプロフィールを見ればどういう人かっていうのが分かる中での、履歴書みたいな話で、仲良くなりそうとか、面白い価値観だなとか、面白いことやってらっしゃるなっていう人っていうのが自分で探せます。どんな人物なのかとか、何をされてる人なのかっていうのはすぐ分かります。分かるようにプロフィールを書く方がね、ビジネスで使う方は大半だと思うので、自分が近づきたいとか、その人に興味あるのかっていうのを自分で自由に選んでフォローしたりとか、フォローされたりってことがあるんですけども、その中で日々はね、ツイートしてとかリプといってコメントをしたりだけなんですけども、いざツイッターでつながって、知ってるフォロワーさん同士とかっていう中で、次何かイベントをしますって言われた時に、例えばそこに訪れて初めて会うっていうケース、僕何回も経験してるんですけども、ツイッターでつながってると不思議と、もう以前にお会いしたことがあるという錯覚を起こします。これめちゃくちゃビジネスで大事かなと思っていて、新規で例えばテレアポをして何かを物を売るとか、突撃訪問して物を売るとかっていう商売、今までずっとあるし、今もあるとは思うんですけども、ツイッターでつながってる方っていうのは、もう以前にお会いしたことがあって、ある意味話が早いんですよね。そこで物をね、そのツイッターから繋がった方から物を買うのか、セッション受けるのか、なんだかこう採用もそうか、採用してみたいとか、やられる人事の方とかも結構ツイッターやってる方多いんですけども、もう知ってる感が出ます。距離が近くなるんですよね。日々僕もツイートで、毎日会うわけではないんですけど、毎日ツイートはしてます。ツイートをしながら、皆さんの動向を見たりとか、新しく僕もフォローさせてもらうこともやっぱりあるんですけども、以前お会いした感っていう意味では、
このツイッターにはめちゃめちゃ重要かなというのを感じてます。でもちろんこのアカウントを伸ばしたいとか、ね、伸ばしたくないとか、発信する側の人もいれば受信のみの方もいればいろいろいると思うんですけども、使い方は様々なんですけども、まあ、ある程度例えば影響力が欲しいとか今後宣伝に使っていきたいとかっていうのであれば、まあ、伸ばすテクニックっていうのはもううんまんと多分ねウェブに転がっていると思いますし、まあ、それをまあ仕事としてやってる方もいらっしゃるんです。その SNS コーディネーターとか、コンサルティングとかっていう方もいらっしゃるぐらいなんで、いろいろも知識知恵っていうのはいっぱいあるんでしょうけども、まあ、そこもね伸ばしたいのかどうかも自由でいいと思いますし、合わなかったら合わないっていうふうにもう切り捨てちゃってもいいのかなと思うんですけども、僕はまあ結論、まあ、冒頭にお伝えした、まあ、ありかな、まだ可能性あるなとか、もっともっといろんなご縁に触れ合えるかなっていうのがこれ不思議と、なんでしょうね、こうテキストからつながってるのにあるっていうのが、僕はツイッターはそういった意味では大好きだなと思っていて、僕ももちろん知ってもらうために毎日毎日こうツイートしたりとか、まあ、動画を載せたりとか、写真を載せたりとかするんですけども、この伸ばし方とかいいねをたくさんもらうとかっていうのもね、まあ、いろいろテクニックはあるんでしょうけども、そこまでまず考えずに、まあ、試してみるっていうのは初めての方であればいいかなとか、もうやめたいなとか壁にぶち当たったとかっていう人だったら、もう一回始めてみるっていうのはいいのかなというふうに思ったりもする。僕はこの結論が、ツイッターはこれからもありちゃうかなと、いいんじゃないかなというのを少しでも分かってもらえて、興味あればね、僕またご相談受付っていうか、なんか失礼ですけども、ご相談あれば、受け答えさせてもらおうかなというふうに思ったりもしておりますので、まあ、ぜひぜひツイッターというものはね触れてみるって価値はまだまだあるんじゃないかなというふうに思ったりもしますので、まあ、参考にしていただけたらというふうに思います。ということでリアクションXのカズでした。また。